大きな拍手でお迎えください。シュート岡川。皆さん、こんばんは、小川修斗です。今日は佐々木さんにお手伝いいただきます。拍手を送ってください。さて、これからですね、実はちょっとした、お話をしたいんですけれども、僕の小学校のことをちょっと最近思い出しまして、小学校の頃のことを、思い浮かべながら、ちょっとした怖い話をしてみたいなと。1組のカードがありますけれども、52枚あります。赤いカードと黒いカードがありますが、この中から4枚のカードを選びたいんですが、佐々木さん、すいません、カードを弾いていくのは好きなところでストップでいってください。いいですか。はい、じゃあここから4枚使います。1枚、2枚、3枚、4枚のカード、こちらで使います。この世にはですね、同級生です。この同級生があるとき小学校にそっと夜忍び込みました。例えばですね、その日の夜はですね、ちょっと、曇ってまして、月明かりがほとんどないぐらいの状態で、真っ暗な状態で学校の中に忍び込んで、ちょっとした、肝試しをしよう。ハートにダイヤのクイーン、スペードのジャック、そしてクローバー7です。彼はですね、小学校の中に入りまして、そこから2階に上がって、一番奥にあるちょっとした長細い部屋に入りました。それで彼らね、こういったゲームを始めたんです。まず4人が四つ角に座ります。そしてこのゲームはすごくシンプルなんですけれども、1人目が誰か立ち上がって半時計回りに壁伝いに歩いていきます。もちろん部屋は真っ暗ですから、窓がありますけど見えませんよね。ですから、この状態で隣まで行きまして、肩をトントントンと3回叩きます。で、叩かれた人はその時点で立ち上がって、移動した人はそこに座ります。まあ、リレーみたいな感じで、その次の人はまた半時計回りに次のところに行って、肩をトントントン、次の人が立ち上がって、その人が座る。こうリレーにぐる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 回るゲームをしていたんですけれども、まあ、当然ですね、月明かりがほとんどなかったので、顔は見えなかった状態ですが、そのゲームを続けてたんです。ただですね、これ5分ぐらい続けてますと、なんかおかしいな、ちょっとこのゲーム違和感があるなと思ったんです。まあ、実際にやってみれば皆さんの目にも一目瞭然なんですが、ご覧ください。一人目の人が角から立ち上がって、ゆっくりと見えない壁伝いにトントントン、トントントン、トントントン。そう、実はこのゲームはここまで来ると続けることができないゲームだった。ただ彼らはそのゲームを続けていた。つまりその中には絶対にいてはいけないもう一人の人がいたはずですよね。そう、もちろんこの人はいてはいけないんですが、その人がいればこのゲームはぐる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 続けることができるんですが、もちろんこの人はそこにはいないはずです。そして一瞬月明かりが差した瞬間に、その人の顔が見えた。全員がびっくりして慌てて飛び降りました。ちょっとおかしい、今何か見えたんだと4人が揃ったんですけれども、それぞれが話し合いました。今ちょっとおかしいんだけれども、一瞬もう一人の人の影が見えない。でもおかしいのは、その時見えたのはまるで私の顔だった。ちょっと待って、それ僕も見えたんだけど、僕の顔してた。これ実はそれぞれが見たのは自分自身の顔だった。もちろんそれは本来はあってはいけないことですね。それぞれの顔があるなんてことはありえませんから、全員は少し怖くなったので部屋を出ることにしました。じゃあすみません、ちょっと手を出していただけますか。はい、ではですね、この状態で反対だけでしょうか。大事なのはですね、例えばハートにだけつける。例えばその人たちの顔、これは本物だと思いますか、偽物だと思いますか。偽物。じゃあ要件、例えばこちらの方で見てみると分かるんですが、皆さんこういう状態でワン、実は見てたのは彼らの実は首だったんです。それは実は彼らの首がそこから落ちていて、そう、これは彼自身の顔がそこに落ちてたんです。それだけじゃなくて、こちら側にあるのもそれぞれのカードの、そしてこれはね、実はそれぞれの顔がここにありますけれども、ここで見てみれば分かる、暗い廊下の中で唯一見えてたのは赤い血に染まった首と、それからその横に横たわる赤く染まった体だった。確かにこのようにゲームをした結果が出ました。もし皆さんが長方形の部屋を見たら、ぜひとも試してみてください。このゲームはすごくシンプルなんですけれども、5人、いえ、それを考える前に頭数を数えてからゲームをしましょう。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。